バチェラージャパンシーズン5エピソード8最終回直前、友情と愛情で揺れた女性たちの本音スペシャル感想動画でございます。はい、最終回の前にですね、一旦この座談会的なトークスペシャルが行われましてですね、今まで脱落した女性陣が MC 陣とトークするっていうね、回でございましたけれども、はい、しゅうてんちゃんがねもうなんか慣れてましたね、スタジオの雰囲気も自己紹介の時のインドダンスみたいな、はい、首芸出してましたね。あれさ、できる人ってユーモア高い人多くない？首の動き誰いんの？だって他に誰いんのよコロッケさんとかさコロッケさんはもう頭皮動かすからね。なんかそんなイメージある。あれやれる人って明るい人のイメージあるんだよね。まあ、やる機会ないからね。人を笑かす時にしか動きしないから。そう。意外にできないからね、あれ。まあまあ皆さん集合して話していくんですけど、まあ順を追って話した順に行くと、やっぱり最初はあれでしたね、話題としてはストールンローズ問題。うん、まあめちゃくちゃね、話し合いが長かった。2時間話してたって言ってたもんね。遠距離恋愛のカップルみたいぐらいですよ、2時間って言ったらね。数時間ね。で、まあだから鈴木さん的にはまた言ってたよ、納得させてほしかったっていう。いやだから誠意を見せていや何なのよと思ったわ、マジでなんかイラッとしたわそのだから中間管理職何っていうのはやっぱ思うね。ここで見ても何のポジションでそこに居座ってんのっていうね。そう、どの立場なんだよなぜあなたの通行手形が必要なんですかっていうとこあるけど、尾崎さんも議論の場だから、うん、明確な理由が欲しかったっていう、これもどの立場で言ってんのって思っちゃうけど、でも一つ納得したのはお願いされると断れない、誰も断れなくなるからっていうのはなんか納得したなと思って、お願いじゃなくて決意というか欲しかったっていうのは俺はなんとなく納得した。あ、納得した。うん、あれか、月田さんがやっぱ良くなかったよっていうこと、結局最後振り絞って言ったんだからいいじゃんとは思ってんの、俺は行かせてやると思ってんだけど、尾崎さんの言い分もなんかすごくなんか分かるような気がする。あ、本当。うん、だから竹下さんを阻止したかったのかなっていうね。ああ、尾崎さんはそう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 。ただなんか俺鈴木さんに関してはなんかどういう立場とは思ったけど、尾崎さんに関してはなんかうまいバランス取ってたのかなとは思ったんだよね、なんとなく。実はあれか、じゃあ尾崎さんは竹下さんをまあライバル視してて行かせたくなかったみたいな思いがあったのかな。じゃああったんじゃないかなと思って、月田さんにがちゃんと意思表明してれば行かせたのに、まごまごしてるからあんな感じになっちゃったってこと。そう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 。2時間待ったってことね。じゃあそのやる気を出す月田さんを。うん、そりゃプール飛び込むわ2時間もだって結局竹下さんに行かれたらそりゃプール飛び込むよ。私の時間返してよっつってまあその場にいた人しかわからないっていうのはもう絶対そうなんだけど、うん、まあアミダでよかったなって思うね、やっぱそうなのよ。そうだから俺だからほら鈴木さんとかも行きたかったとか言ってるけど、行きたいようには見えてないから、うん、建前上言ってるだけで使う気もなかっただろうと思ってるから確かに、うん、奥歯まで見せてんじゃねえよっていうねそれはいいだろ笑うとね、心の奥を見せろっていうね。あそこさ、他の女の人さ別にそんな熱量ないんだったらさ下がりゃいいだけの話なんだよね。そうね、何輪に加わってんのよと思って。あれだって別に竹下さんと月田さんで話させりゃいいだけの話じゃん。話して決まんなきゃじゃんけんでいいわけだから、竹下さんと月田さんの周りの人はじゃんけんの行事さえやってればいいだけの話だよ。行事譲りたいとか、まあそういう自分は行かないって思ってんなら、うん、確かにその他大勢を納得させなきゃないっていうのは変なルール入ってるもんね。そうなのよ。だから別にだってお前行く気ないだろって、そもそも。そうなのよ。アイシャだもんそうでしょ、使う気ないでしょ、あんな場面で。アイシャはほら意味分かってないから、ストールンローズのアイシャは分かってるわそこまでアホじゃないだろ結局その説得力がないと使うことできないみたいになってるもんね、あれ。別に竹下さんと月田さんの話し合いで決着つかなければ2人殴り合ったっていいわけなんだから、キャットファイトみたいなね、キャットファイトみたいな感じで。確かに見たかったね、竹下さんと月田さんのごぼうしばき合い対決何そのガキの使いの森マンみたいな女の人にもねいろいろあるんだろうけどね、これまで旅してた関係性とかもあるからね。あるある、絶対あると思う。で次の話題が、まあ、2on1、西山さんとコッシーが選ばれた 2on1 のコッシーの、まあ、意見っていうかさ、はい、負け格だったみたいな言ってたね、コッシー一生懸命。そうだね。これ俺がだから予想してたのと一緒よ。じゃんだって完全に西山さんに火をつけるためにカマセイヌコッシーだったって俺も動画で言ったけど、うん、まさにコッシーもそう思ってたっていうさ、本人もね、うん、周りから見てもそう見えてたってことでしょ。だからだってねえ、なんかアンケートみたいなのでコッシーガサツに選ばれてたけど、とんでもなくなかった内容だって早朝に裸にプールに飛び込んでそのままびしょびしょのまま寝るでしょやばくない？いやほらね、呉服店勤務だしさ、そういうのしっかりしてんのかなって見えちゃうじゃん、やっぱり。そういうなんか着物とか着てると、これからねコッシーのお店呉服店行った時にその着物の下こいつびちょびちょなんじゃねえかとか思っちゃうよねそれはないだろ、店にはびちょびちょのまま出てこない買いたくないだろいやでもその早朝全裸プールの気持ちわかるよ、開放感気持ちいいじゃん、だってこんなこと絶対、うん、だってみんなに見られても平気なんでしょ、だから俺もこれは学生時代あったもんだって、水泳部だったから、はいはい早朝全裸プールあったよ学校のプールで。ああ、高校の時に自転車で通学して、夏暑くて自転車こぐと汗かくのよ。でそのまま部室行って脱いで全裸になってプールに飛び込んで、そのまま部室で寝て放課後になるっていうのがあったもん。おいおいおい、全裸で昼寝までしてたの、うん、全裸部室やってたもん、全裸部室当時の付き合ってた彼女の文化祭に行ってさ、高校の時、うん、でそこの俺水泳部だから水泳部の友達がいて、水泳部の部室に遊びに行って、そこで学校内でやった金魚すくいの金魚、うん、全部プールに放したら金魚全部死んじゃって、うん、当たり前だろ塩素ででそこでも俺全裸プールして、その彼女の高校でなんか他校の全裸の生徒がいたよって言って、なんかすげえ問題になっちゃって当たり前だろそんなの見つかっちゃったんじゃないか、ね、うん、コッシーは思い出してくれて、思い出させてくれてありがとう。全然違うエピソードです。俺の青春、青春あっちゃんのメキシコの解放感でやってますから、一緒にしないでください。であっちゃんはもうコッシーだからなんとなく美しさで分かりますけど、こっちただの汚い話ですから俺の青春をその一言で片付けた、汚いですよ。次は島田さん、法廷で会うことになりそうですね。ならないで、全裸法廷ですよ、全裸法廷お前死刑でいいよお前死刑を宣告されてください。全裸死刑ですか、全裸死刑、はいまあまあそう、あとそのガサツのねアンケートのとこでさ、ひかりちゃんが何バナナバナナ、トイレにバナナ置いてて、どういうこと、バナナのトイレって、もうなんかいろんなこと想像しちゃったけどね。バナナ見ながら大できないだろだってなんで見ながらなんだいやよくねそういうね形だと健康的だって言うじゃない確かにね、それをバナナうんちね、その祈願で置いてるってことないないない、意味わからん。あと何だからカバンの中にバナナ入れて真っ黒になっちゃってるとかさ、怖いよね。やっぱそうなのか、ああやってね可愛い子ってそういう裏あったりすんのかね。なんかほんとイメージだけど、そういう話聞くとさ、ひかりちゃんとかめっちゃ部屋とか汚そうイメージね、その話聞くと。そうだからほらウェディングフォトとかではさ綺麗な姿とか見せてたけどさ、なんか部屋戻ったらがっかりしそうだもんね、イメージね。完全にそのエピソード聞くとね、バナナそう、だからもうなんかイメージもう鈴木さん臭そうになっちゃったもん俺。ああよくない、それはよくないし、うん、まあイメージだからいいんだけど、うん、一応謝った方がいいごめんなさい臭そうなイメージ持ってすみませんでした許可する、許可するありがとうございます、大内さんに許可されました、ありがとうございます、はい、まあそういうね、まあ暴露とか女性陣がやっぱ今回めっちゃ仲いい感じがして、うん、そういうね面白いエピソードも何個も聞けるわけですけど、まあここでバチェラー長谷川さん登場するわけです。で、まあまあまあ、ちょっと話してたのは、初日落ちた組、児玉さんと武田さん。だから武田さん、なんで落ちたんだ問題よ。そうよね。バチェラー始まる前の事前動画では、俺のファイナルローズ候補だったんで、武田さんは。はい、見た目もね、美しいですし、まあ、綺麗な方だから、見た目に関しては全然ね、問題ないと思ってましたし、しかも喋ってすらいないから、ツーショットもなかったわけでしょ？中身を分かんない状態で落とされるって結構なもんよね。なんかタイミングみたいなこと言ってたけどさ、うん、でもさ、同じく話してない月田さんは残ってってるじゃん。ちょっとミステリアスな部分は見せしたけどみんなどうぞみたいなさ、逆にそれ言われると気になっちゃうみたいなのはあったけど、条件で言えばそんな変わんないじゃん、武田さんだって。そうね、そこもかわいそうって思えよっていうねその喋れなかったんだろうな緊張してみたいに思ってやれよってなるじゃん。なんなら長谷川さんがバチェロレって出た時自分がそうだったんだから。そうなんだよ。なんかあれだったんじゃない、こうカクテル飲んでる姿とか、すげえ音立てて飲んでたとかさあージュル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 みたいなくちゃらみたいなつまみみたいなね、クッキーとかも、はい、くちゃくちゃ食ってたとか、あれかそれか形ち出てたかね。あとそれ注意しろよそれ番組スタッフが注意しろだからまああとは前にも言った武田さんビッグモーター社員説ね緊急事態で帰らなきゃいけなくなったとか話題になっちゃってね、除草剤巻きに帰ったとか帰んないですは考えられますけど、よくわからん、タイミングの意味わからん。そう、それ聞いてもこっちは納得しなかったわ。ちょっと長谷川さんの言ってることに対してもうちょっと明確な理由話をしよう。ちょっとオブラート包みすぎだわ。オブラート包みすぎだしビブラート聞かせすぎだし。いや聞かせてないですよトーク中に長谷川さんビブラート聞かせませんのであとアイシャがねデート内容に不満言ってたけど、そのジップラインデートとか、まあバギーデート、もっとしっとりしたデートしたかったみたいなこと言ってたけど、まあ気持ちはわかるけど、その後あったから、その立ち飲みデート、そうプールの中でね、あそこよ。だからあそこでうまいこと立ち回れなかったのはやっぱ自分が悪いからね。そうだから、その要はね、カクテルパーティーとかでもそういう雰囲気を出せなかったわけじゃん、これまでね、ジップラインに行くまでも。ああそうねそうね、照れ屋っていうか引っ込み思案だったからね、そういうとこはアイシャは。何勝手なこと言ってんだと思って何喋ってんだ収録中にって話だよねいやそれはいいんだよ収録中だから何喋ってもいいんだよ、エピソードもっとお口に愛車しとけっていうね感じだったよね。その後竹下さんがここでトップ3だった竹下さんが登場するのよ。なんかそのね、月田さんとハグとかしてさ、まあ、ストールンローズのシーンがなんかいい風に描かれてるのはちょっとうんと思ったけどね俺は。いやそうだよ、なんかいい思い出みたいに語られてんな、早くもみたいなそう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 誰もやっぱ文句言えないからさ、やっぱね番組だし、思ってても俺らみたいなこと、やっぱああなっちゃうよね。美談にして丸く収めましたみたいなね、見ててそこまですんなり美談として入ってこないけどね。どうなの、みんなどう思ってんの本当にその視聴者の人たちさ、まあ、少なからず我々の動画見てる方たちは文句言ってる人しか見当たんなかったけどね。いやただでも竹下さんには面白くしてもらったなって感じだから、竹下さんみたいな人があと3人ぐらいいた方が参加者は盛り上がるよね、見てる方は。いや多いな、竹下さん3人、梅下さん、竹下さん、松下さんね。いや松竹梅いらないの松竹梅でいらないです、それはもう松下さん勝っちゃうからあでもまあまあそういうガンガンとかストレートビュンビュンタイプは確かに何人かいると盛り上がるかもね番組はね。そう改めてその竹下さんのダイジェストみたいなの流れてさ見たけど、やっぱストレートしか投げてなかったもんね投げてなかった、出し切っちゃったもんな、全然変化球投げてなかったね。まあ気持ちって気持ちいいけどね、投げっぷりは。いやもうちょっとだからな、なんか周りの人が仲良くなりすぎたっていうのもあるわな。あ確かに、いや本当に島さん言った通り竹下さんは今回のバチェラー5絶対必要な人材でしたね。座談会してる雰囲気見るとさ、俺のあくまで個人的な意見だけど長谷川さん好きな人ってあんまりいなかったんじゃないかなって思っちゃうわ、女性陣の中に。もともとなんかそんな感じだから余計女性陣の団結力が強まっちゃったっていうかさ、その仲良し度が増しちゃったっていうか、みんなほら西山さんがお気に入りって言ってたからね、だからもうその雰囲気でみんな諦めムードみたいになっちゃってたのかね。視聴者よりもより如実に感じてたってことかな。そうそうそう出演陣は。それでも本当自分が好きだったら本当は行くよね。でもそれが竹下だったからね。それが竹下なのよ一番泥臭かったっちゃ泥臭かったから。確かに確かに影の MVP と言っても過言ではないよね。そうね。でまあそんな感じでトーク会は終わり、次回がいよいよファイナルでございます。これどう思う、どっち行くと思う？本当にその推し関係なくもう2人じゃん。どっちが勝ち取ると思う？ごめんなさい、俺もう西山さん押してきましたけど、うん、一番最初から俺ね、途中からもう大内さんに心を奪われてますんで、予想としては最後西山さんがちょっと好きになって、うん、好きっていう言葉も口にしてローズを受け取るんじゃないかとは思ってるんだけど、大内さんを個人的にはもう応援したくなってちょっとずるいずるい、それもう両方なんか外れてもなんかほらねって言えるやつじゃん。予想は西山さんなんだけど、途中からもうじゃあ西山さんですよ予想は。もうあのね、メキシコの夜からちょっとその前からやっぱりね、俺も長谷川さんと同じようにやっぱ ずっと気になってはきてて、瀬上川を襲名したくなったってことですね。なんかね、せがみだになったんですね、せがみだ。なんなのそのせがみだ。いやー、ほんとにね、なんかね、心奪われてってますよ、見てるこっちとしても。大内さん、じゃあ大内さんにしなさいよ、予想。じゃあ、応援したいな、大内さんを。じゃあ大内さんじゃないですか。じゃあ西山さんですよ、予想。俺？予想は西山さんなんですよ、ね。そうそう、予想は西山さん。じゃあ西山さん。はい、西山さんで、予想はね。せがみださんの予想は、西山さんで島田です。島田の予想はセガタカの予想もいいですか？何お前もセガみたいの？じゃあセガタカさんもお願いします。西山さんで。おいおい、そこ大体こう反対の方言ってくるだろ。いや、そんな通で当たり前の流れなんてクソくらいですよ。絶対対立しなきゃないみたいな、そのバラエティーのね、定石はいらないんですよ。いや、じゃあ今予想西山さんに しましたけど、実際応援したいのはどっち？応援したいのは西山さん。あ、そうなんですね。ここなんか最後に来て逆転したような感じがしますね、我々。大内さんのドラマチックな展開、はい、とても良かったです。それはでも俺は番組の盛り上がりとして良かったなっていう。でもそのちょいちょい言ってるけど、随所に見られる、これ本気なのかあざとさでやってんのかっていうのが、疑いの目をちょっと大内さんに向けるようになってしまい、はいはい、こんななんか緊張したりきょどったり、おどおどしたり泣いちゃったりする子が会社経営なんかできてんのかとか、なんか恋愛に関してなんかそのこれテクニックなんじゃないかとか、変な沼にはまってしまって、純粋にこう大内さんを見れなくなっちゃったっていうね。そうなんですよ。俺逆に西山さん顔押しでしたけど、長谷川さんといる時の空気感とか見ててもなんかすごい、見てる方も心地いいし、すげえ一緒にいる時とか、フォトウェディングの時とかものすごいお似合いだなと並んでる姿見て思ってたんだけど、あまりにも長谷川さんとの一緒にいる時の空気感はいいけど、会話がなんか中身ない感じ、自分を持ってない感じもものすごく見えてるから、なんかそこがなんか疑心暗鬼になったって、俺は。そう。いや、だからそれは西山さんはあれだよ、さっきも言ったけど長谷川さんだからよ。長谷川さんだからああなってるだけで、あれが俺だったらまた違うと思いますよ、結果は。なってませんよ。惚れてる人の前だったらもっと真央はとろけますよ。何惚れられてる体で話してんの？いいじゃないですか、自分の動画なんだから。そんな話は君高のくちゃらでやってください。どういうこと？そんなサブチャンネルねえよ。でもそうなるとやっぱ変わりました。俺はもうここに来て大内派になってますんで。じゃあ最終予想としては俺が真央で、はい、島田さんが大内さんでいいんですね。いいです、いいです。もうちょっと応援したい気持ちの方がもう高くなってるんで。わかりました。はい。逆転しましたね。じゃあ1話の時の予想から2人の推しが、はい、逆転現象ですね、これが。はい、逆転現象しました。じゃあちょっと皆さんのファイナルローズの予想もコメント欄で書いていただけると助かります。ちゃんと理由も添えてね。理由添えないとすごい薄っぺらい長谷川さんの意見みたいになっちゃうから。なんでファイナルローズが西山さんなのか、大内さんなのかっていう理由も添えて、ぜひコメントの方よろしくお願いします。では今回の動画は以上でございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。